ヒデさんの動画です。車の中から失礼いたします。今日はですね、グルメ会でございます。なんで車かからなんだよって話なんですけれども。ですね、ヒデさんに最近遠方から来てくれる方が非常に多くなってまいりました。ね、やっぱ、楽しみだねって言って来てくれるんですけれども、なかなかね、一応、UFO キャッチャー設置してみたりとか、あとは、デニムショップを用意してみたり、セレクトショップ、もちろんオリジナル工具を見に来てくださる、最近だとアトラス46を見てくださる、いろいろな楽しみを用意してるつもりではあるんですけれども、果たして満足してくださっているのかっていうのはなかなかね、お客様から教えてくださることもできないんじゃないかということでですね、その、ヒデさんに、来てくれる方、たくさんいらっしゃるんですけれども、より満足してもらうため、または、あと、遠方から来てくれるんで、やっぱこの辺の地理感っていうのがね、なかなかないと思うんですよ。で、私、九州に、先日行かしてもらった時に、やはりその、地元の方が教えてくれる、ご飯屋さん、あとはそういう観光スポットっていうところが、やはりどこも素晴らしかったと。じゃあ、もう逆に、秀久に来たら、もうここを寄った方がいいっすよ、みたいな、近隣のいいところを紹介しようかな、という回でございます。というわけでですね、今日は初のその、グルメ回ということで、近所の、お店をちょっと紹介しようかなと思いますんで、動画にお付き合いよろしくお願いいたします。はい、じゃあ初の、私紹介させていただくのがですね、メンチ屋大橋様でございます。狭山の秀久からですね10分から15分ぐらいの、お店なんですけれども、やってる日っていうのと時間っていうのが、結構限定されてますんで、ちょっとこの辺の時間等を見ながらですね、行ってみてください。で、メンチカツ揚げ物ですので、到着の10分ぐらい前に、電話するとですね、出来立てを用意しておいてくれますので、今、店出発しますんで、早速ちょっと電話してみましょう。あ、大平と申します。今日大丈夫です?はい、あ、よかった。いつもの6個のパックのやつが欲しいです。それで、今日、カメラ持って少しだけ撮影してもいいですか?すいません。変なご相談で。ありがとうございます。わかりました。はい。じゃあ、これから伺います。失礼します。はい。というわけでですね、今、いきなり撮影許可おりましたので、じゃあ、ちょっとこれから、向かっていきたいと思います。はい。じゃあですね、ちょっとカメラの画角が、こんな感じで非常に申し訳ないんですけれど、まず、秀久の駐車場、右手に出ます。あとは、ひたすら、まっすぐ進んでください。はい、こちら、2個目の信号を過ぎました。この道路はですね、30キロ道路でございます。はい、信号2個過ぎて、今、比較的細めの道を走っております。こちらの道路がですね、30キロ法定速度の道路でございまして、警察の方がですね、よく張り込みをしている道路となりますので、スピードにお気をつけください。まだまっすぐですね。はい、直進を続けて、これがですね、3つ目の信号になりますが、こちらも直進をしていきます。はい、じゃあこちら大通り左折していきます。必ず一時停止なんだよな。ここの横断歩道がですね、比較的こう自転車の方が多くいらっしゃいますので、合流注意でございます。はい、じゃあ左曲がります。で、この時ですね、余裕があれば早めに、右車線に合流しておくことをお勧めいたしますので、とりあえず右車線入っちゃいましょう。はい、一つ目の信号、ここは直進してください。交差点が似てますのでお気をつけよう。ここはまっすぐです。はい、じゃあ二つ目の信号ですね。ここ右折です。目印は、右手にアップルの看板ですとか、左にですね、ちょっと今車の影で見えないんですけど、ケンショーさんの、看板があったりしますんで、ここ右折でございます。堀金の交差点ですね。ここ右折しまーす。はい、一つ目の信号、直進です。はい、二つ目の信号を過ぎて、もう到着です。この左手の、あ、もう待っててくれてますね。はい、じゃあここでございます。はい、ここのメンチ屋さんをですね、ぜひ皆さんに紹介したかった。遅くなりました。お疲れ様です。お疲れ様です。会社で、はい、YouTube やってるんですよ。あで、ぜひここに来いという動画でございます。ありがとうございます。すいません。あ、ちょっとカメラが曲がってるな。
はい、というわけで、今日はですね、メンチカツの大橋様にいらっしゃいました。こんな感じなので、ぜひとも皆さん来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。6個で買うとお得なんですよね。はい、6個で500円で買えますので、ぜひとも皆様予約して、来てみてください。はい、無事受け取りいたしました。じゃあこれを帰って食べたいと思います。これなんかおすすめの調理法なんてあったりするんですか？オーブントースターで焼く、はい、でいつも塩で私食べるんですけど、はい、なんか他にそのままあとはカツ丼にするか、はい、メンチカツバーガー。そう、今日カツ丼したくて、はい、カツ丼はもう卵で閉じるだけ。そうです、ネギ入れてもいいですし。はい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 、もう、はい、あの出汁とかも特に大丈夫ですか？いらない、何もいらない、卵だけ。卵とネギぐらい。ネギだ、買って帰ります。玉ねぎ、はい。あ、分かりました。あの脂っこい場合は、うんうんうん、あの一回焼いて油を少し落とせばまた美味しくなります。あ、分かりました。じゃあ早速ちょっと動画を編集したいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。すいません、お邪魔しました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけでなんとか6時半ギリギリ滑り込みセーフで購入することができました。私はですね、最近はあの九州行ったりとかゴールデンウィークの都合でなかなか行けてなかったんですけれども、まあ、毎週金曜日にですねこれぐらいの時間帯で買いに行って、毎週の楽しみにしている、メンチカツでございます。まあ、ちょっと今日あたり動画を撮影するにあたりですね、なんかアレンジしたいなって思ってて、あの、もともとあの店はうちの従業員が勧めてくれたお店なんですけれども、まあ、カツ丼にしてえなと。メンチカツ丼ですよね。そしたら今店長さんが、あの、カツ丼いいよってたまたま勧めてくれたんでよかったですね。今日はメンチカツ丼にして、食べたいと思います。というわけで、引き続きですね、マサオの苦手な料理会をお楽しみいただければと思いますんで、お付き合いよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、メンチ屋大橋様、今なら、秀久大平の動画を見たよと、言っていただくと、なんと、何もございません。はい、すいません。はい、というわけでですね、さっさと帰りましょう。すいません。はい、じゃあ帰ります。はい、というわけで帰宅いたしました。じゃあ今日、はい、ミニオンズ、頼むよ。はい。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあこちら何ですか？メンチカツです。はい、正解。メンチカツ。メンチカツです。いつものメンチカツでございます。はい。はい、はい、じゃあこちらメンチカツ。はい、ですね、まあご帰宅されて冷めてしまった場合は、オーブントースターで、数分、3分から5分くらいですかね、はい、温めていただければまたサクッと美味しくいただけるんですが、はい、これはですね、いつも食べてますので、今日はじゃあ、卵で閉じて、はい、美味しくいただきたいと思いますんで、はい、じゃあ、玉ねぎも切っといたし、卵も混ぜましたので、あの、焼くだけです。簡単。はい、じゃあやっていきましょう。はい、お願いします。はい、じゃあ6個、そこで切ってちょうだい。包丁使える？使います。オッケーですか？じゃあ僕はどれで切ればいいですか？うん、あなた上手じゃん。あ、ちょっとね、もう時間経っちゃったからクシャッとしちゃったかな。まあこれは焼けばサクッと戻るでしょう。はい、こういった感じでですね、うん、結構ゴロゴロした、肉が美味しいメンチカツとなっております。はい、じゃあやっていきたいと思います。6個分ですね、半分に切りましたので、これをここに入れていきます。はい、じゃあとりあえず3個分ですね、半分に切ったのを入れました。じゃあここに、作った卵をですねちょっと入れていきましょう。さささっと半分ぐらいだな、入れて、さあ果たしてこれは合っているのでしょうか。あ、温めるの。蓋をします。じゃこれでしばらく置いておきましょう。何分くらいですか？わからない、固まるまでです、うん、はい、温め直しに関しましては、まあアルミホイル引いて、まあオーブントースターでね、このように、数分温めていただければサクッと、美味しくいただくことができます。さあ、そろそろできたんじゃないかなと。はい、こんな感じですね。ちょっと半熟が残るぐらいね、できました。よし、ミニオンズできたぞ。はい、やったー。おい、できました。お腹すいとった。じゃあ、早速いただきましょう。イエーイ。どうぞどうぞ。はい、食べていきましょう。食べ、ご飯から食うの、ちょっと先にこっちじゃないの、普通。よし、食べよう。取れない、取れない。いただきます。はい、どうぞ。いつものメンチカツとは違う卵味が入ってますんで、うん、どうでしょうか。はい、
最高。あ、OK？ あ、よかったよかった。いつものメンチカツと100倍違ういつものメンチカツが悪いみたいな言い方やめてもらっていい？なかなかいい？いつものメンチカツとね、うん、ちょっと美味しい、うん、そう、うん、あ、いいね。じゃあ OK、 大成功ということでいかがでしょうか。はい、はい、というわけで、じゃあ美味しいから食べてみてください。おいいじゃないですか。いや、慣れてますね、あなた、うん、はい、というわけで、じゃあですね、皆様、あの、ヒデシサお立ち寄りの際は、もしお時間あればですね、メンチ屋大橋様行ってみてはいかがでしょうか。ぜひ食べてね。以上、ヒデシサの動画でした。お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録慣れてるね。お願いします。お願いします。チャンネル登録、高評価お願いします。うまっでしょ。いいね。玉ねぎ甘い？甘い。大成功だよ、これは。ミク、パパ作ってくれてありがとう。うん。あ、これはいいですね。まあ、もうぜひ食べて。まあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。